They say history is written by the victor's soul. I don't mind playing the villain. Got a pretty girl to the throne. Cause the memories come, and I can't even run. I gotta win this chance to prove to me I can. I'll divide and I will conquer. I will battle like a warrior. If I'm dying, then うん、あ、美味しい。俺のレモンサワーでしょ。俺のレモンサワー、俺のレモンサワーがなんと飲み放題。うわ、これすごいな。これ普通のレモンサワーじゃないです。柚子がもうここに持ってきた時にすっごいいい香りするの。あ、ちょっと僕は無理を言ってね、お子様ランチが好きなんだっていうところから、もう大人様ランチっていうね、言葉が生まれ、じゃあ本当にどんなものを作っていただけてるのか、そうなんですよ、楽しみです。でこの間 の生配信もあったじゃないですか。はいはい、あれでも募集いろいろして、うんね、したね、はい、そういうのもいろいろ工夫加味しながら、はいはいはい、ちょっと今日ご用意してみたので、うん、うわー、正面になります。うわー、すごいわ。見ますか。いいですか、見ても。はい、うわ、もう本当に僕がお願いした、すごい、飛騨牛も食べたいし、はい、ヘルシーなご飯も食べたいし、はい、でもエビフライとかお子さんも食べたいし、はい、もうタコさんも食べるでしょ、はい、そしたらハンバーガーもいて、もうタルタルですよね、このソースね。このポテサラいて、パプリカも言ったでしょ俺、うん、タコですか。タコですほら、ほんと美味しいね。なんなんだこれ、ソースうまっ。満足いただけるんじゃないでしょうか、これはもう。ちょっとこれをみんなが食べてくれると思って、すごく僕嬉しかった。一粒が入ったあんま見たことないよ。めちゃくちゃ入ってる。やば。これがこのギフグランドホテルさんに来れば買えるというところですね。風が巻き、豆の豆菓子、豆菓子ですね、豆菓子。こちらも1回で買えるということで、ぜひ皆さんね、大人様ランチ、はい、試食と、あとアンパン、お土産も、お土産も、はい、紹介させていただきました。皆さん来たら本当にこの11月6日がいい思い出になるんじゃないかなと確信に変わりました。川端総支配人のランチ&ディナーショー、俺と岐阜グランドホテルチャということで、ぜひ皆さんお待ちしておりますので、はいはい、生パンでいますか、生パンで贅沢な時間になると思いますので、はい、ぜひ一緒に楽しみましょう。ということで以上、川端かのえでした。チャッ。